はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、ルシゼロー、はい、ということで、ノラー火属性でいってるーという感じなんですけれども、まぁ、ちょっと今、グラブルが暇だよっていう話をしてたと思うんですけど、ルシゼロの挑戦悩んでますみたいな、ちょっとルシゼロ挑戦してみようかなみたいな人がいたんで、まぁ、ちょっと今回は、まぁ、ノラのルシゼロにぴょろぴょろと行ってまいりました。まぁ、そこで抱いた感想とかを、語っていきたいなという風な趣旨の動画となっております。はい。でまあ俺ルシゼロの野良の火属性なんだけど、ヤマトに立ち返りましたね。まあ今回貢献度は全然稼げないんだけど、ヤマトの何がいいってやっぱ火傷レベルの維持だね。まあいろいろ手段はあると思うんだけど、ノア採用する編成だとどうしてもね、火傷維持がネックになってて、もともとランバージャックでやってたんですよ。そう、メインランバージャックで、あとウルリクムミっていう、まああのあれじゃないですか、去年の末頃にね、配布されたですね、スペリオルシリーズを使ったんですけど、まあこれ今まで使ってたんだけど、火傷の維持がちょっときつくて、ちょっと火傷の維持がきつくて、まああのかっこ笑いみたいなまあそんな感じになっちゃったんで、まあ速度が遅くなってもいいし、まあちょっと火属性で MVP 争いはちょっと部屋速に左右されすぎちゃうね。まあちょっと速度が望んだものでない場合、火傷レベルが維持できなかったり、まあそういったところがあるので、まあヤマトの方が安定感あるだろってことで火属性でやってるんだけど、まあちょっとやってみた感じね、慣れてきた人が多いから、結構挑戦するタイミングかもなっていう風に思ってます。はい。まあもちろんね、規制できるぞってわけじゃない。大前提。規制できるぞってわけじゃないんだけど、チャレンジする。挑戦してみようかなっていう部分で言うなら、結構いい時期に入ってきたかなと思ってて、まあなんかキャリーする人がいるんだよね。やっぱもう強い人。強い人がいて、まあそういう人に結構おんぶに抱っこって言ったらあれだけど、まあその人の力も借りつつ補助輪がついてる。今わかりやすく言うと、今までは補助輪もつかずに、おい自転車こげーボーンっつって、なんか一人で自転車を焦がされてたんだけど、最初にね補助輪がついてるような感じ。みんな強くなってて、もう強い人がいて、大丈夫だよ、失敗しても問題なくクリアできるよみたいな感じになっちゃってるっつっちゃったけど、まあそんなわけで、ルシゼロは今ね、結構挑戦するタイミングの一つではあるのかなって思います。まあ今後どんどん強くなっていくとね、もっと楽になっていくとは思うんだけど、天元もおそらくそう。天元もね、似たような感じになってると思うんだけど、まあ天元もルシゼロも、まあ強い人が増えて、慣れてきた人が増えて、まあ挑戦するタイミング、まあ一人ぐらい、二人ぐらい初心者がいても、まあやる気さえあるのであれば全然クリアできるから、まあ来てねみたいな環境になっているような気はしているね。さっき実際にルシゼロ挑戦した感じ、失敗したの1回だね。で1回失敗しちゃったのが、8防御試練をなんかうっかり踏み抜いちゃったみたいなパターン。まあそのパターンが唯一失敗したパターンで、それ以外だったらまあなんか俺失敗するかなって思って、なんか2人ぐらい失敗しちゃったの。そう、2人ぐらい失敗しちゃって、でなんか終わったなと思って、お疲れ様ですみたいな言ったんだけど、まあ、結局なんかまだやりましょう頑張れますよみたいな、まあなんかそんな感じのチャットがあって、本当にやるんでござるかと思いながらやってたらクリアできたみたいな。結局成功率的には8回中7回っていうような感じになりましたね。まあ正直、まあどの属性でもクリアしやすい属性とかの話する？クリアしやすい属性の話をすると、まあ大体どの属性でもいけると思うんだけど、個人的には水が強いとクリアしやすいだとは思った。野良のルシゼロは結構、まあ天元もそうなんだけど、水がねピンキリなんだよね。水、火力も出せる水って結構意外と貴重なんだなっていう、なんかその段内、高ランクのその段の討伐とかだったら水属性の人ってバカ強いのがデフォみたいな感じだったし、まあ、そういう人たちって、名前なんだっけ、このルミナス武器、
黒漆持ってたんで、まあ、結構なんかそういう人を基準に俺考えてる節があったんだけど、野良のとこ、野良の水ね、正直。結構ピンキリで、で水が強いとね、やっぱクリアしやすいっすよ。水のランバーとかもいたかな、ウルリクムミ持ってたのかな、あれは。うん。水でも速い人とかいたんだけど、何にせよ、なんか水強いとね、結構クリア自体しやすいかなっていうような感じはする。まあ強い人いると、クリアしやすいのはどこでもそうだし、どの属性もそうなんだけど、まあ、特に顕著なのは俺的には水だったかなーって感じはする。うん。火属性はね、やっぱ火傷レベルの管理が、でもどうなんだろう。フェニージクとか、俺まだフェニーツエ持ってないんだよね、4突。まあ、フェニーツへの編成とか正直よく知らんっていう価値観のアップデートがまだ済んでないんですけど、あなた、まだ価値観のアップデートが済んでいませんよね。はい、そうです。って感じなんですけど、何ですよね、この不死鳥の灯火持った火の杖がどうなってるかとかは正直よくわからんけど、まあ、あとフェニー編成とかかな、まあ、フェニーを入れた編成とか、何せよちょっと火属性は火傷の維持が大変だから、まあ、なんかリスク背負う理由もねえかなって思いながら、まあだいたい貢献度3位ぐらいでぴょろぴょろしてますね。まあ火だから、俺火属性だけど我火ぞ、そんな頑張らなくてよくないみたいな感じで、ヤマトでダラダラやらせてもろてます。やけどの維持させてもろてますって感じなんですけど、まあ、火属性はそんな感じかな。まあまあまあ MVP 争いできるポテンシャルはあると思ってる。火属性はパーとゼタが強いから、もちろんね、もちろん MVP 争いができるというのは疑うべくもないんですよ、火属性は。ただね、まあ部屋速に左右されちゃう気がしますわな。あとはなんだろう、まあ土属性とかの人は結構フルンティングを持った初心者か、もうバカ慣れたキャリー枠みたいな、結構二択な感じがある。初心者の人が多めかな。まあ土属性の人、まあ解除してくれりゃ問題ねえですよみたいな。土属性はクリアしやすい属性かもしれないですね。ただキャリー枠にもなれる、あのポテンシャルを秘めてる人がチャレンジャー枠になると、チャレンジ枠になると、まあちょっと、まあ他の人のメンツによってはだけどできなく、クリアできないパターンもあるかもなっていう感じ。まあ別にそれが悪いことじゃない、それが悪いことでは全くないので、全然土属性でチャレンジしてもいいと思うんだけど、特になんか挑戦しやすいしね、カイムいるからさ、あのパーティーが壊れづらい、土属性は。なのでまあ結構ルミナスフルンティング持ってんだったら土でチャレンジしてもいいと思います。はい。まあ、ただ慣れてくると全然貢献度 MVP1 位みたいな、まあ、そんな感じでぶったたかえるなんか属性だとは思うんで、まあ、全然ね、全然頑張っていただきたいって感じ。俺はちょっと競合が多すぎてやめちゃったけど、土はね、競合が多すぎるね。そんな感じだな。まあ、水ピンキリでしょ。まあ、風も楽だね。風はなんか編成がいろいろあるけど、まあ、こういうシエテ、シャルロッテ、カッツェ、まあ、あとはまあ、カグヤなり、シンダラじゃなくてシャトラか、まあ、シャトラなり、まあ、高難易度適性のあるキャラクターがぴょろぴょろいたらクリアできるかなーって感じで、まあ、風も結構俺土と風はやりやすい部類かなとは思ってる。まあ、強い人はあのクリュサオルを使ったりしてるね。この風属性も速い人は MVP とかに全然食い込んでくるし、まあなんかテクによって貢献度が上下するかなって感じ。まあ風土は結構俺初心者のチャレンジ枠な感じはしているけど、まあ風はね、なんかキャラさえいればできるから、まあ結構やりやすい部類かなとは思ったりするね。闇はわかんねえ、俺は正直。俺が使ってたのこんな編成だったけど俺使ってたのこんな編成だから、正直土、あの闇属性5回クリアしたのもうもはや記憶の彼方で、完全に忘却したけど、ゾウシモスを握ってた記憶だけはあるわ。まあ正直闇はようわからんちんだけど、まあ闇は結構大変そうですね。なんかまあ MVP 取る人は取るんだろうけど、まあやっぱ結構そこの方で頑張ってる、なんか貢献度あんま稼がず頑張ってるというか、まあ試練解除してくれるだけでマジで感謝って感じなんだけど、闇はね厳しい。
闇は結構きついような感じがするね。まあオロロジャイアがいることで、まあ、少し楽になったとかいう話はちらっと聞いたような聞かないようなみたいな感じですけど、うん、まあ、何せよ闇はね、なんかまあきつそうだね。 MVP 争いしてる人はいるのは知ってるぐらいだな、うん、光はソロした人いたんだっけ、うん、こんな形だよね。コスモス、ホルス、涅槃の、まあ、一面構成。まあ、光は装備がちょっと大変だから、あんま人自体はいないというか、募集する属性で言うと光とか火が多いような印象だけど、まあ、光はパワーある人はもうずっと殴り続けるから、すごいいいっすよね。まあ、水着ホルスがいる人は結構暴れてるような印象があるので、まあ、光もなんかキャラ揃って武器揃ってたらぜひみたいな感じかな。うん。まあ、ルシゼロの印象としては俺は大体そんな感じだけど、ノラの場合。まあ、皆さんはどういう印象を持ってたか、よければ下のコメント欄で教えてください。はい。まあ、そんなわけで、ノラルシゼロ。今暇なので、ノラルシゼロに挑んでみた感想でした。サコでございます。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。